あ、でもライスがね、もうまだアーセナルが入札しようとしてるっていうのは、ロマノさんのツイートで見ましたね。7500万ポンドと1500万ポンドのプラスが拒否されたから、9000万ポンドまで行くと9000万ポンドっていうのはもう 9,、八 180, 180円の九じゃ、160億ぐらいで、160億ちょいだ。 ライス160億っていうね、米騒動っていう。<laughs> 米高っていうね。それでもね、だからライス取ってね、ハバーツ取って、ライスアンカーハバーツインサイドアウトで使うのか、ハバーツ前線の全部の付き換えって可能性あるかなでこれさ、正直わかんないよね。若干のところにハバーツやるつもりでいったのか、若干のところにライス、 ジェズス、サッカーのところで、ハバーツって感じなのかいや、わかんない。これがね、もうライス行かないで、ね、アンカーで誰か、アンカーっぽいせい、カイセド行って、カイセドもさ、カイは今、チェルシーがポールポジションって出てるね。個人では契約成立してて、もうデゼルビトの新式王手で、もクラブから出すってのはなってるけど、みたいな。トーマスもジョルジーニもどうなるかわからん。そうだね。 だから、あれかな本当に、ワンポジション二人制みたいなイメージなのかねアイス、残り1年しかないんだ。それで180億なんだ。これがね、のじゃあ1年経過しました。じゃあフリーで取りますだなったら、今度給料上げなきゃいけなくなるってありますからね。入った時にライスが最高年俸っていうのはちょっと変な感じになるでしょスターリングほどじゃないにしても。スターリングどうなんだろうなあとは、 えー、シティズン君のスペシャルアート。シティはデクランライスに正式オファーを22日までに出すそうです。シティに合うと思いますかライスがアンカーになって、ライスがギュンドアンの頭的な存在でしょうかいや、シティの場合アンカーはロドリーだと思います。ロドリー絶対だと思ってて。ペップもそう思ってて、多分、で、控えでカルビー伸びてくればいいな、みたいな。だから、ライスは、あの、ギュンドアンのやってる、あの、サードストライカーになるボランチみたいな。ハーランド、そこに絞ってくる、ボール上がる方と逆サイドのウィング、 その二人が開けたスペースで点取る第三のストライカー。で、ライスはそれをやってるからウエスタンで。ダブルボランチって意識と、あとはまあ、得点自体もね、そんなに多くないのかもしれないけど、やってる役割自体は、あと、シティに来たらチャンス増えるじゃん。だから、ギュンドアンから繊細さ取ってパワーつけたみたいなイメージになると思うんですね。シティにライス来たら、ロドリのスイッチアンカーとかもあるんですかね。 まあそうだね、ロー、ライスがボランチになって一列ね、ロドリア上がって、みたいな。まあそうなるとね、ディエンスラインに右からストーンズ、ルベンディアス、グバルディオルとかになったらめちゃくちゃ強いけどね、ウォーカーとかアカンチ使ってる時のあのパスコース繋がってないよみたいな現象はなくなるでしょう。でもこういう風になんかこう、こうしたら気持ちよくボール回るな、みたいな布人ってあんまやってくんないからね。<laughs> あればいいな、ぐらいに、見とく感じですかね。 コバチッチと被らない。か被りますね。うん。今言った、ライスコバチッチでロドリー1列下げてみた。もしかしたらそういうのも考えて、ちょっとロドリーセンターバックで起用した時とかあったのかなみたいな。シーズン後半で来季のこと考えてってありますからね。あとはライス自体も一応昔はセンターバックやってたりするんだよね。コンバート前提っていうのはなさそうだし。中盤とディフェンスラインの守備ってかなり違いますからね。 すごい!